10日、成田空港にアメリカから6人の学生たちが到着しました。カリフォルニア州サンノゼのレイ高校に通う聴覚障害のある生徒と卒業生です。東京の手話サークルの招きで夏休みを利用して日本にやってきました。6人はこれから10日間にわたって日本の聞こえない人たちとさまざまな交流を行います。果たして彼らはどんなことを体験し何を感じるのでしょうか。滞在中、アメリカの学生たちが宿泊するのは東京葛飾区にある金町学園。親元で暮らすことのできない聴覚障害の子どもたちが生活している施設です。互いに挨拶をしようとしますが、なかなか通じません。まだ相手の手話はほとんど分かりません。ありがとう。身振り手振りで始まったコミュニケーション。少しずつですが、日本の手話を覚え始めました。寝泊まりするのは学園の子どもたちと同じ6畳の和室。体格の良いアメリカの学生に2段ベッドはちょっぴり窮屈なようです。そう、今日1日ですごいたくさんの日本の手話を勉強したと思います。例えば、名前とか、名前マシューとか、あとは、こんばんはかな、覚えてほしいね。あと、こんばんは。滞在4日目、アメリカの学生たちは日本の聾学校を訪問しました。東京練馬区にある中央聾学校高等部です。22人の生徒が在籍しています。日本の生徒たちが事前に覚えたアメリカの手話を使って一人ずつ自己紹介をしてくれました。知っているアメリカの手話を使って生徒たちは懸命にコミュニケーションを取ろうとします。学校生活やクラブ活動など共通の話題は覚えたての手話や身振り手振りでもなんとか通じ合えたようです。
7月14日土曜日、日本に来て初めての週末です。アメリカの学生が宿泊している金町学園に日本の中学生高校生が大勢やってきました。滞在中のメインイベント、1泊2日の交流キャンプです。公募で集まった聴覚障害のある生徒20人、中学2年生から高校2年生までほとんどが東京都内のろう学校に通っていますが、中には栃木や茨城からやってきた生徒もいます。キャンプの目的は互いの文化を教え合うこと。まずは日米の生徒が混ざり合って3つのグループに分かれました。課題は日本の生徒が選んだテーマを通訳なしでアメリカの学生に伝えること。題材は日本の伝統文化です。アメリカの学生は理解したことを後で全員の前で発表しなければなりません。このグループが選んだのは日本の伝統的なお菓子であるかりんとうです。初めての味と歯ごたえにアメリカの学生たちは少し戸惑い気味です。材料や作り方を日米の手話を交えて一生懸命説明します。別のグループです。こちらは少し難しい題材を選びました。日本の古都である京都についてどんな場所かを説明しようとしています。こちらのグループは日本の有名な昔話を選びました。手話だけでなく演技も交えてストーリーを説明します。
グループ活動の成果をいよいよ全員の前で発表します。京都について教えてもらっていた2人です。特徴を説明し、どの場所のことを言っているのか当ててもらいます。最後のグループは、日米の生徒が一緒になって桃太郎の劇を演じました。見事なチームワークに他の生徒たちから大きな拍手が起こりました。国や文化は違っても言葉の壁を越えて通じ合うことができた日米の生徒たち。これからも交流を続けていきます。